時は2222年。地球上の可愛い女の子たちほとんどがゾンビにされてしまっていた。うわー、ゾンビだぞ。大変、可愛い女の子代表のメルちゃんもとうとうゾンビに。見て、あの姿。眉毛なんて傷でつながってるみたいになっちゃって、とってもおしゃれじゃない。うわ、声も昔のメルちゃんみたいな可愛い声じゃなくなっちゃった。まだゾンビになっていない地球上の可愛い女の子はついに私たち3人だけになっちゃったね。あんな姿になるの絶対嫌。ゾンビを倒す方法ないのかな。あ、そういえばゾンビを元に戻す伝説の薬があるって話を聞いたよ。伝説の薬？そう、伝説の薬、これリセッシュ除菌 EX。 ゾンビにこれをかけると元に戻るんだって。うわあ、それメルちゃんにシュッてかけて、メルちゃんをかわいい元のキュートな女の子に戻してあげようよ。でもゾンビって近づく人間に噛みついて、その相手をゾンビ化させちゃうんだよね。このリセッシュ除菌 EX は近くでシュッてしないと 99.9% 除菌の効果がなくなっちゃうからな。あ、そうだ、いいこと考えた。私たちもゾンビメイクをして、ゾンビのフリをしてメルちゃんに近づけば、人間だってバレないからきっと襲われないはず。それいいね、ナイスアイディア。でもゾンビのメイクってどうやってすればいいのかな。あ、そういえば去年のハロウィンパーティーで使ったこのゾンビシールを顔に貼ればいいんじゃない。ふう、ナイスアイディア。私たちのお顔にゾンビシールを貼ってゾンビになりきっちゃうよ。このゾンビシールをチョキチョキして、お顔の大きさにチョキッと切り取って、上に貼ってあるシールを取って、これをお水にポチャンとつけてから、お顔にペタギュッと貼ってしばらく経つと、うわー、私もゾンビに大変身。これでメルちゃんに近づけるね。次は私の番だよ。私はこのシールをお顔の大きさにチョキッと切って、上に貼ってあるセロハンを剥がして、それからお水にポチャンとつけて、お顔にペタタタタ。わあ、私もゾンビになれた。次は私の番だよ。私の綺麗なお顔にゾンビシール貼るなんてマジ最悪だけど、お友達のメルちゃんのためだもんね。頑張るよ。私はこのシールをチョキッと切って、セロハンを取って、これをお水につけて、それからお顔のこの部分に貼ろうかな。よいしょ、よいしょっと。うわぁ、超グロテスク。これで人間だってバレずにゾンビだと思ってメルちゃんに近づけるはず。メルちゃん、今助けるからね。おっと、これも持っていかないと。うわぁ、うわぁ、お、うーん、うーん、
ちゃんが私たちのこと見てゾンビだと思って襲うのをやめてるよ。さあ今のうちにリセッシュ除菌 EX をシュッとかけて。うわうわあ、あれ私は一体何をしていたのかな。記憶が全然ないや。あれ、こんなところにゾンビがいる。やばい、怖い、怖すぎる。あ、せっかく助けてあげたのに。メルちゃん、私たちのことゾンビだと間違えてびっくりして逃げちゃったね。もうこんな顔、私嫌だ。早くこのゾンビメイク落とそう。ゾンビメイクをふきふきして落としていくよ。あれ、ゾンビメイクが、全然落ちない。じゃあ私たち一生このゾンビメイクのまま。人間なのにゾンビのままなんて、最悪。でもこの顔ならゾンビたちが襲ってこないから、世界中のゾンビになっちゃった女の子たちをメルちゃんと同じようにリセッシュ除菌 EX で助けていこう。2222年、女の子たちは可愛い女の子をゾンビにさせないために戦うことを誓ったのでした。おしまい。私たちのゾンビとの戦いを応援してくれるお友達はグッドボタン押してね。みんなのコメントもお待ちしてるよ。チャンネル登録も忘れないでね。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると遊ぶームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリー。